注意、この動画には以下の成分を含んでいます。苦手な方はブラウザバックしろください。なんでこんな注意書きがあるんだ。なんでやろな。真面目にやってきたからよ。アリさんま、どうも。闘魂注入無知が飛ぶ。イエモンなんだもん。なんだその気持ち悪い喋りは。同じくマリサ、キューティクルレイムちゃんなんだもん。これ私がおかしいのか。世界の方がおかしいんだよ。規模がでかすぎる。デカヌちゃん言ってねえよ。デッカちゃん黙れ。てなわけで今回は久々のマリカー実況になります。前のマリカーっていつだったかすら覚えてないのは内緒で口に出てるんだよな。今日かろう。何が。それではみな、今回の1レース目のコースは人人道場。さいちょっと待って。はい何か。お前今スタダミスした。ん、そんなことあるわけないでしょう。先輩こいつ思いっきりミスしてましたよ。やっぱりミスってんじゃねえか。どういうことだお前。あと先輩とか変な呼び方すんなアホ。おっと。いや俺がゲティさんより下手なプレイングをすると思うか。ちなみに今回はいつものメンバーではなく野良で遊んでるよ。そこに乱入してった形で以下のメンバーが今回います。なんてことを言うんだ貴様。いや、レイラーさんは別としてこの二人より俺が劣ってると思います。特にこの左のやつ。うんまあ確かに。たく、いくらマリカーする。お前やっぱり下手になってないか。知らねえよ。知らねえじゃねえ。もう何もかもがひどくてくさ。ただ見てるだけのやつが笑ってんじゃねえよ。ああ、あれもしかして今私喧嘩売られました。おいがちの喧嘩はやめておけって。お前が引き金だろうがボケバナナ。こんにちは、僕宝くじ。黙れ。何やってんすか。黙れ。1ラップ目終了時の順位は8位と、おかしな点を挙げるとするなら、俺より前の順位にゲティさんがいるくらいか。なんというか、あの人んちとか知らねえからここで使うわ。人が喋ってる時にかぶせんな。ハウスやろ、ここで青コーラとか売った。ニートの差もあるし、1回ぐらいは被弾しても大丈夫そうに見えるが、キャサリンとか使ってる時点で負けみたいなものだろ。なんでやキャサリン可愛いやろ。コオロギ食べたい。どうした急に。キラーで2位まで上がってたけど、レイラーさん遠いな。あれ？なんだ今の赤コーラ無能すぎるだろ。下のコースを進もうとしたら、足場に当たってしまったっぽいな。クッズさんだ！イカじゃないか。いや向こうの背景のことを言ってるんだ。お前黙っとけ！てか俺このコースのこと紹介したっけ。なんなら過去動画で走ったことあった。そこら辺どうなのよイエモンさん。あるんじゃない。だってさ、なぜ別のチャンネルの人に聞くんだお前。2ラップ目は4位で通過。1位は以前レイラーチャンネル。そろそろお疲れイラーしてもろて。変な挨拶作んな。この上ルート来るの地味に初めてかもしれない。しかしレイラーさんとの距離も最初よりは縮まってるから全然勝機はありそうだけどな。このチャンネルで何回も言ってたけど、マリカーなんて結局3周目以外茶番みたいなもんだからね。ってなわけで、はい、つばき倒すぞこのつばきが。お前またここで青コーラ来るのかよ、ね。すごい人数書とか通ってきたな。けどそこまで順位が。何してんだ。あれもしかして私の浮いたボム兵に当たった。何は露天年調子こいてって殺すぞ。けどそんなレイラーさんも今の青コーラはさすがに効いたらしいわね。この先にはラストアイテムがあるにはあるが、この距離を挽回するアイテムはなさそうだな。ほんまクソゲーやと思うわ。あの距離で3つも順位落としたってマジ。てか緑ヨッシーがゲティさんかと思ったらキノピを使ってんのか。何とに、このクソキャラ使えって言われたんだよ。なんでやキノピを強いやろ。じゃあ自分でやれやじゃねえか。払い戻しです。人人道場、勝ったのは5番緑ヨッシー、2着は6番ロゼッタ、3着8番黄色ヨッシーでした。単勝は5番で120円、キノレン56の組み合わせで200円、キノタン56の順で310円、3連服568の組み合わせで25600円、3連単568の順で126480円。副賞ワイドはご覧の通りです。第2レースはドラゴンロード。叩きもしたことだし、そろそろ本気でも出していくか。叩きで9位は不安しかないんですよ。いいから黙って。お前連続でスタダミするってマジ。金返せ。マジで投資してる。もうやめろ。そんなにカメラ切り返したら見てる視聴者さんが画面酔いするだろうが。いや、レイラーチャンネルが全然スタートしねえんだもん。なんかヤバいやついるんだけど。え、マジで何やってんのあの人。レイラーさんは打開するとして、お前のその行動はマジで何なの。このコースは前逃げだと思ってるから。相手のね。何が相手だよお前ほんと。あ、レイラーさんここでアイテム選ぶだろ。お疲れ様でした。お疲れ様じゃねえんだよ。ここで止まると思って待ってあげてたのに、あいつ絶対許さねえ。お前が勝手に止まってただけだろ。早金返せ。まだ1点の勝てねえわ。どうにかしてスターで引きたいけど、ちょっと厳しいかこれ。黙れ！逃げるな！責任から逃げるな！黙れや。だってこいつが金返してくれねえんだもん。そっちに行ってたのかよ。しつけえな。このキラーでなんとか引けないものか。お前はなぜそこまで攻撃したがる。鳩のモノマネしていい？今回の動画自流すぎねえか貴様ら。この俺が1ラップ目を11位で通過だと、胸に手を当てていったバレレイラーチャンネル。なんで前に投げるのおかしいでしょ。ここで私に当てても意味ないじゃん。攻撃することに意味があるのです。ちなみに最下位で攻撃しても本当に無意味だから、みんなはちゃんと後ろに投げような。鳩の鳩は一番いらん。やってコントロールがつかねえや。そのまま地獄に行くことをお勧めします。てめえこら人が集めた金パクってんじゃねえよ。引き上げてもらった分際で何を言う。今取られた金では黙れ。マジで黙れ。しつこい。そこまで金が欲しけりゃ自分でどうにかしろ。ボケなす。はぁ、あ、ふざけんな。てめえの体で稼いできな。いねえやほんと。いやよかった。あっという間に2ラップ目も終わったわけですけども、順位が変わ
危ねえ、合ってないのはバグと見てよろし、実力と書いてバグと読みますけど、団子状態のところに入り込めたから、アイテム次第では上位は全然ある。それに後ろにすごい離れたキャサリンもおるしな。誰のせいだと思ってんだ。知らない。さっきは失敗したショートカット、今回はうまくいくのか。ちょっと勢い余っちゃったけど、ブレーキでカバーできたからよし。あ、お前そのままアイテム取りに行くと、綺麗に割り鬼取られました。あと、いやー、ついつい。てかなんだ今のブーメランと緑コーラ、マジで危ねえじゃねえか。さあラストアイテム、何が出るのか。情報、アイテムなし。諦めるにはまだ早い。今の順位を見ても、後ろの人たちがどうにかしてくれれば3位はあり得る。4位の間違い、続けて6位に転落。諦めてたまるものか。やばいやばい、なんとかして。動け。やっぱつれえわ。笑えば人もよ。黙れ。払めよ。マジか。こいつ3レース連続でスタートミスりやがった。今回は爆発しなかっただけマシだと思います。そこキノコ出るから先読みでいいよ。あ、マジで？うまい！お前そこのショトか。過去動画でアイテムなしでも早いって言ってなかったっけ？アイテムがあるなら使った方がいいに決まってるでしょ。間違いない。クソ腹立つ。しかし、1位だと話すことがなくて暇ですな、ニヤニヤ。何にやついてんだ、貴様。あ、今回走るコースはピーチガーデンです。思い出したかのように言うな。お前と違って私の出番はこれくらいだからな、クソバナナ。その赤コーラの挙動は絶対おかしいって。まあラグがあったんだろうけど、お前後で覚えてろ。暴力変態、反対だろうがそのネタはガキまでだぞ。でもめたい話だけど、3人での実況スタイルだと片方の扱いに困るんだよね。その片方が私というわけさ。これまで散々動画上げといて今さら何言ってんだ。このスタイルでやるのは片手で数えられるほどですがな。は、1ラップ目は4位で通過。まあまあいい方でしょう。ちょっと待て、よくよく考えればここに来るまでおかしなことがたくさんあったよな。さあ、名探偵マリちゃんの名推理が始まるぞ。マリちゃん言うな。プレイがいつもより下手くそなのは気になっていたが、俺は頑張ってるよ。でもお前論気知らねえって1レース目に言ってたよな。2レース目のドラゴンロードでも、わけのわからんところで打ってましたな。危ねえ、ちょっと待って、え？お前に救ってわかる？何それ、誰だお前。さあ盛り上がってまいりました、マリオカート8デラックス実況。実況は私ゆっくりレイムと解説のエモンとお送りいたします。やだ、助けて、このチャンネル乗っ取られてる。もうすぐで2ラップ目も終わろうとしているところ。後ろは団子状態。何が本物じゃ、これで逃げるな。どこ、うちのチャンネル主はどこに行ったの。バイクだけに、ブンブン。2ラップ目終了。3位で通過。これはもしかしたらあるんちゃいます。1位の景品国内追放。淡路島でも暴れ散らかしてやろうぜ。キャッカー、淡路島はゴリゴリ日本だろうが怒られるわ。ゆっくり、実況者には守るべきものが3つある。スリルとスリルとスリル。世間一般にそれを犯罪者予備軍と言うんです。てかもしかして前にいる城よし、レイラーチャンネルじゃね。美しい、これ以上の赤コーラは存在しないでしょ。あっ、誰だ、俺のプリティなお客に赤コーラをぶつけてきたやからは。今この状況を笑顔で見てる視聴者はおるんか。ちげえ、はっはっは、あの人ドヤバイって、みんな殺意高すぎるって。イエモンさんは私にクラクション鳴らしながら突っ込んできたんだけど、とか言いながら後ろにブーメラン投げてんじゃねえよ。殺意高すぎるから早く抜け出したい。偽物が本物より前にいるんじゃねえ。ゴール間近で上位陣が固まっている状況。あ、はい、アイテム次第だと思います。昨日に持ってショトカもできるし、さすがにもらったでしょ。なんで、やっぱ空中でゴムスナ食らってんじゃん。ふざけんなマジで。こいキノコ、いつもはいらん。マジか、イエモンさんもう前線に復帰してやがる。ラストコーナー、後続がキノコを持っていたら上位は厳しいですね。これはもう一回音割れ蛍の光流しとけ。この曲を音割れさせるやつ、この世に普通現れねえだろ。というわけで皆さん、私が一体誰、ビーミングしてんじゃねえよ。カスカスはお前や。クソガキがや。私は一体何を見せられていたんだ。単価をおすすめします。そういうこと言ってんじゃねえよバカか。でもまあレイラーチャンネルには勝てたからよしとするか。よく考えたらレイトがおかしかったわ。では皆さん、うんか。いやー、やっぱりゲティさんの動画面白いわ。わかる、まあ全然伸びないんすけどね。そう、気づいた人もいるだろう。今回の動画はここ以外全てこっちの変態が編集したのである。まあいわゆるドッキリ大成功ってやつですよね。にしては1ミリも隠す気なさそうだったけどな。ああ、これでどうにかなるわけじゃないけど、昔からずっとやりたかった企画があるんですよね。ほう、聞こうじゃないか。お互いにマリカの動画1本作って、交換して別々のチャンネルに投稿した後、実はこの動画編集したの僕じゃないで、素敵なやつ。つまりこういうこと？そうそう。めっちゃ面白そうじゃないっすか。プレミア公開とかしちゃってね。それいいっすね。じゃあ後でイエモンさんの立ち絵ください。隠して、イエモンたちのドッキリ計画？が遂行されたのであった。あ、当然だけど、ゲティさんのチャンネルには俺の編集した動画が上がってますからね。必ず見に行ってください。以上。